オリックス若月、ピザ用チーズを頼まれるも生春巻きを購入してきたく。こちらすでに貼られた画像、完全に疲れております。見つからんけど何も買わずに店を出るのも気まずいなって思ったんかな。縁奥さんやん大事嫁ならギャオーになってるで。オリックスの先輩には晩ご飯の買い出し頼んだら車買ってきたやつもいるし、セーフ。こんなんでよくサインとか覚えられるな。チョコ買ってこいって言ったらおチョコ買ってきそうだな。これ普通ならブチギレられるやろ。いい嫁もらったな。なんかトレンドなってなかったか。しかも自分は生春巻き食えないとかヤバすぎる。ヤバいわよな出来事とか言うな。いや、そもそもプロ野球選手の夫にお使いなんかさせるなよ。前は正義感が強いからこういうの許せないんやが。野球選手って野球以外に何もできないやつ多いよな。しっかりした嫁でよかったな。ヤバいわよと結婚してから打撃成績右肩上がりなんよ。自立してる嫁は強いな。娘も溺愛しとるみたいだし、このままずっと幸せな家庭築いてほしいわ。最初は嫁の方が稼ぐとか言われてのに、全くそんなことなくて、草いい嫁だな。年俸1億2000の男にチーズ買いにお使いに行かせられるとか夢あるな。ご視聴ありがとうございました。